こんにちは、くるみだりチャンネル、略してくるちゃん。今回は植物をお家にお迎えした時にまず最初にやってほしいことをお伝えしていこうと思います。に植物をお迎えした後、直後に何すればいいか、まずは普通にポンと置く、それでもいいんですけど、植物を元気に健康に育てるためにはまずお迎えした時にやってほしいことが数点あります。最初に植物をお家にお迎えした後、葉っぱの状態のチェック、病害虫が潜んでいないか、ここをチェックしてあげてほしいです。なので最初に用意してほしいものはタオル。タオルはマイクロファイバーのような柔らかいものがいいと思います。これを濡らしてもらって1枚1枚葉っぱを丁寧に拭いてあげます。葉っぱの表、裏、病害虫は裏に潜みやすいので、表だけではなく裏までしっかりと拭いてあげてください。今拭いてあげているのはアロカシアのアマゾニカ。光沢が綺麗な、とってもかっこいい品種です。表裏丁寧に拭いてあげます。これは園芸店さんで水やりをしている際に多分水滴の跡も残っていますし、もしかしたら病害虫を潜んでいるかもしれません。それをご自宅に持って帰ってきてしまうと、それらはご自宅で繁殖するっていうのが一番嫌ですね。この時に例えば下葉の方が枯れていた、そういったところも一緒にカットをしてあげてください。古い葉っぱは再生はしないので、しっかりと枯れた葉っぱもカットする、上の新鮮な葉っぱは綺麗な状態にしてあげる。これでまずは下準備が完了します。しっかり取れた後、この後は鉢の状態をチェックしてあげてください。鉢がこちらの場合はこういった形で二重になっているものもあれば、こういった形で黒のポリポットで育成されていたものもあります。中には中身がポリポット、黒のポリポットになっているものや、いろんな形状があるので、ぜひぜひそこは買った後確かめてください。特にこのポリポットで買ってきた場合、これはできるだけ早めに植え替えてあげた方がいいと思います。ポリポット形状も柔らかで、結構中の土が歪みやすいのもありますし、このまま置いてもらうと水鉢底から抜けてしまったりとか、いろいろ不便なので、ポリポットで買ってきたものは買ってくる時にぜひ鉢と鉢皿セットで買ってきてあげて、持ち帰った時にその後植え替えがすぐできる準備も一緒にしてしまうといいかなと思います。鉢の状態見た後に土の状態を確認してあげてください。葉っぱきれいになりました、鉢もとりあえず大丈夫、じゃああとはもうご自宅に飾るだけっていう形になると思うんですけど、まず土しっかりと乾くまでご自宅持って帰ってきてから水やりを控えてみてください。まずはこの土がどの程度乾ききるまで時間がかかるか、まずは植物をご自宅の環境に慣れさせるために土をしっかりと乾かしてみるっていうのをおすすめします。なのでお家帰ってきたらウェルカムドリンクで水をあげたいところではあるんですけど、我慢して乾ききるまで様子を見ましょう。でその様子を見る場所、急に明るいところに置くのではなく、まずはご自宅の日陰で管理してみてください。多くの観葉植物がホームセンターだったり園芸店、室内で管理されていることが多いです。それをご自宅の明るい場所、意外とその日光にやられてしまうっていうこともあるので、まずはご自宅の環境に慣れさせる、順応させるっていう意味で日陰でご自宅の空気に当ててください。それでご自宅の環境に慣れてきた、そういったタイミングで植物に何も問題なければ置きたい場所、例えばちょっと日当たりいいところを選んで置いてあげたい、そういった時はそこに置いてあげる。ただ最初にそこに置く、それは日焼けの可能性も拭えないので、ぜひぜひまずは日陰で養生をしてあげてください。1週間程度で大丈夫だと思います。それで土も完全に乾きました、葉っぱにも問題ありません。そうなった時に初めて土が乾いて、しっかりと水やりたっぷりご自宅でしてもらって、
てご自宅の置きたい場所に置いてみる。こういう風に徐々にホームセンター園芸店さんからご自宅の環境に慣れさせるっていうことをするとうまくお家にお迎えすることができるので、 NG としてはご自宅に持って帰ってくるすぐベスポジに置く、たっぷり水あげる、これは結構植物にとって負担になりやすいです。気をつけてください。あと一番手っ取り早いのはご自身の普段使っている土に植え替えてあげる、それが一番楽だと思います。だけどその植え替えすぐにやってしまっては植物にとってお家の移動もしてますし、さらに植え替えのダメージ、これはダブルパンチで結構なストレスになってしまうので、まずはご自宅で養生してご自宅の環境に慣れた後、その後に植え替えをぜひしてあげてください。特にこういったポリポットの場合、ポリポットの場合は結構土の量が少なくって乾きが早い、ご自宅の環境で育てるにはちょっと手こずるっていうパターンが多いです。育てやすいですよっていう植物を買ってきたのにご自宅に買ってきて置いたら枯れてしまった、そういった方はこのポリポットのままそのまま飾って育て始めたらどんどん弱ってきてだんだんと枯れてしまって、ちょっと植物に苦手意識持ってしまう方もいるんですけど、植物のプロが育ててる環境とご自宅の環境、家の環境ですね、家の環境は全然違います。養生したらやっぱり植え替えてあげる、それは一番手っ取り早くご自宅の環境に慣れさせやすいと思います。植え替えの時期はできれば4月から6月ちょっと涼しい季節の方がいいと思うので、ここはお迎えしやすいシーズンは春から成長期である夏の方が植物は順応もしますし、成長期で1回1葉っぱが枯れてきたとしてもそこをカットすれば新しい新芽が吹いてくるシーズンになるのでダメージは少ないかと思います。じゃあ秋と冬に植物買っちゃいけないの、観葉植物欲しいんだけど我慢しなきゃいけないのっていうと、そうではなくって植え替えは控えていただいた方がいいかもしれないんですけど、秋冬に買うメリットとしてはこれから水やりが少なくなるので手間が若干かかりにくい、そのままお家で養生してあげてれば春を迎えるまで若干手間かからず飾って楽しめるっていうところと、あと病害虫の発生が少ないです。害虫の繁殖は春から秋の成長期、このシーズンに害虫も発生するんですけど冬はあまり発生しないっていうのが一つメリットです。なので秋冬は絶対買ってはいけないっていうことはないので、いろんなシーズンでご自身が欲しい植物に出会った時観葉植物を購入してほしいなと思います。あとは観葉植物を買ってきた時にチェックしてほしいポイント、鉢底です。鉢底から根が見えるほど根詰まりしている場合、特にこういったプラポットの場合、小さいものもそうなんですけど結構根がぐるぐるに回っていて根詰まりしているっていうこともあります。現にこのカラテアランキフォリアも鉢底から根が出てました。こういった場合にはぜひ植え替えをしてほしいので、しっかり乾かして、完全に乾かしてご自宅の環境に慣れたらぜひ植え替えをしてあげてください。あとは買ってきた植物、土を何使ってるか、その辺なんかも見てみると面白いと思います。これ今回マルチング剤でカラテアのランキフォリアは水苔が上に乗っていました。全部が水苔なのではなくって下の方は土になっているんですけど、こういったものご自宅の他のものと違うので水の乾くスパン全然違うと思います。ご自身が育てているノウハウがもしかしたら通じない可能性もあるので、そういったところもしっかりと見極めてお迎えした直後の植物はちょっとひいき目にお世話をしてみてあげてください。お世話をしてほしいというのは水をあげてくださいとかではなく、こまめな観察、どういった形で変化してくるか、葉焼けがしてこないか、水切れで先端が枯れてこないか、そういったところを見極めながら、ぜひ今ご自宅に合ってきてるのかいないのか、そういったところも見極めてあげることが肝心です。あとはご自宅で綺麗に飾ってあげたいと思うので、葉っぱを拭いて綺麗にはなったと思うんですけど、さらに綺麗にするためにリーフシャインしてあげるといいと思います。このリーフシャインご自宅の中で管理する分にはいいんですけど、私今ちょっと中庭で撮影してます。外に置いておく植物には使えない、外の植物には使えないので一つ注意してください。室内用なので室内で管理する場合、シューッと綺麗にして掃除した後ご自宅で飾って、ぜひぜひインテリアの彩りとして楽しんでください。いかがだったでしょうか。今回は観葉植物を買ってきた時、まず私が最初にしてほしいこと、私はしていますよっていうことをお伝えしました。皆さんがご自宅に観葉植物を迎えた後、そこから始まるボタニカルライフがより良い生活でありますように、観葉植物どんどん楽しんでいただけますように。特別なことは私はしていません。
植物一つ一つに愛着が湧く、愛情が湧く、そんな手間暇をかけて毎日育てています。植物はその手間暇に成長で応えてくれるので、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。参考になった方はぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。はい、くるみどりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺で、バイバーイ。